映画青木ヶ原制作発表会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。原作脚本制作総指揮の石原慎太郎さんからお願いいたします。まあ、やっぱり映画ってのは楽しくていいよね。まあ、本当に何が楽しいって映画と芝居が一番楽しい。政治も時に楽しいこともあるけどあんまりねえな。今度ね、特にね、津川さんというね、現代の名優だけど、この人本当は私が見つけてきたんだよ。僕の名付け親でございまして、石原慎太郎さんは太陽の季節の役が津川達也という役だったもんですから、お前津川達也にしたらどうだと。ただ津川と呼ばれても達也と呼ばれても振り向けないと呼んで、どっちか本名に言ったら津川雅彦にしろと。今や実は慎太郎さんは話題の人で、レーガン以来ですね、芸能関係者が、首相になったり大統領になったりということはありえませんが、僕としてはやっぱり橋本さんと組んでもらってね、それで石原慎太郎さん、それで、まあ、僕は安倍晋三さんのファンなんで、安倍さんと3人で一つ日本を立て直してもらえないかということで、この会見を締めくくりたいと思います。ありがとうございました。撮影自体すごく順調でして、監督はじめスタッフキャストと一緒に、いいものを、いい作品ができるように、一生懸命頑張りたいと思います。先ほど都知事にご挨拶したら、そのままお前幽霊みたいだなって今言われました。白くて細くてお前幽霊みたいだなって言われまして、だからキャスティングしていただいたのかなと思ってますが、僕は30年ほど前にお世話になりまして、石原裕次郎さんのお兄さんでいらっしゃいます現都知事の方の原作に出演できるということと、また30年以上のお付き合いの新庄拓監督ともまたこういうふうにお付き合いできるということ、そしてこれが映画であるということ、これは何よりも僕の中で喜んでおります。ご自身の俳優としてはいかがですか。僕知事、はい、それはあなたは私名優ですよね。こんだけ世間たぶらかしてんだから、神道だなんだみんな、わけの周りが言ってたのにね、釣られてさ、キョロキョロそわそわしてるけど面白いじゃん、眺めてて。これも演技の一つだよな。何の役をやられたいとかありますか。石原慎太郎という役です。悪役です。小説、政治、いろいろな分野でご活躍ですが、石原さんにとって映画を撮るということの意味、映画でしか表現できないことはどのようなものだとお考えでしょうか。芸能の世界、芸術の世界ってのは、なんていうのかな、人間のこう想像力を刺激するし、大脳生理学的にもね、とてもその政治やるためにもいいんですね。それからまた政治やりながらね、違う方法論でこう苦労してると小説の発想もできてきますしね。人間のね、大脳ってのは非常に不思議なもんでね、情念ってのはね、やっぱり人間しか持ってない一つの感性なんですね。動物はね、その生きていくためにね、その一つの生理現象でこういろんな感を持ってるけど、情念ってのはね、人間しかない。このね、僕はだからね、情念ってもののエネルギーってすごく強いと思うしね、そういう意味でね、話が飛躍するようだけど、幽霊ってのは人間の世界にしかないんですよ。これ動物にないことでね、そこがやっぱり人間のそのね、面白さ、すごさだし、さっき津川さんがおっしゃったようにね、その人間の生死の問題ってのは、そのプツンと切れるんじゃないし、うまくつながっててね、やっぱり人間ってのはこの宇宙の中で不思議な存在だということをつくづく感じますけどね。それではここで質問を終了させていただき、フォトセッションに移らせていただきたいと思います。ちょっと時間がないとおっしゃってますが、一つの質問です。津川さんから神道のお話も出ましたけど、知事、現代仮面に聞いてくれ、仮面に。そんな話はキャストの皆さんも非常に待望論があるんですね。私も待望してるんですけどね。ちょっとあの人もお年ですから、私もすいません、石原都知事はそもそも時間なので、こちらで退出させていただきます。すいません。